週刊仮想通貨ニュースです。はい。はい。今回はどんなニュースでしょう。ビットコインが止まりませんね、勢いが。止まらないですね。もう、すんごいことになってる。ね、どんどん上がってますね。そうですね。うん、ということで、ビットコインが50万円を突破するんじゃないかと。はい、大台いっちゃいますか、うん、大台いっちゃうんじゃないかというところをちょっとお話していきたいと思います、はい、ちなみに前回撮影の8月10日の時がそうです、ね、37万円だったんで、そうですね、約ね、うん、実際だから 20% ぐらいですかね、そうですね、今日現在で言ったら、うん、上がっているという、あの時買ってればね、1ビットコインあたり10万円ぐらい利益が出てるっていうことですよね。もちろん買ってたよね、ね、はい、今現在48万円ぐらいですね、うん、もう8月1日にね、うん、仕込んどけばよかったとかね、まあまあまあ、あの時はもうどうなるか分からなかったですし、暴落の予想してる人も多かったんで、多かった、ね、まあまあ先はさすがにね、うん、これは読めないもんですけど、うん、結局ね他のあると下げて、うん、ビットコイン先輩一人勝ちやんかとなんてことはもう言っても遅い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 、 遅い君は今からどう動くという、そういうことですよ。ああ、なるほどね。うん、はいはい、もうそんな風に考えてる人は勝てないと思う。そうですね。はい、あの時ああすれば一番ダメな考え方なんで。うん。と、うん、いうことをテーマに今日はちょっとお話ししていきたいかなと思います。はい、で一応、七藤さんとしてはまだまだ上がるという強気の見方なんですね。50万いくってことは。そうですね。お、うん。うん。まあちょっと調整入るかもしれませんが、はい、まあ、50万円は超えていくでしょうっていうふうに思っています。なるほど。チャート出しておきます。うん、これ、冷やしです。はい。はい、こんな上げ幅でもう上げてくることで、まあ、今まで、うん、ビットコインの歴史上なかったわけですよ、はい、もうこれだけの上げ要因として、はい、まあ、8月1日 の、 その ビットコイン保有者にビットコインキャッシュが配られたこと、はい、でそのビットコインキャッシュがビットコインに変えられたこと、はあはあ、なるほど、なるほど、とかも、まあ、理由として挙げられていますし、うん、前回お話したように、はい、21日あたりに予定されているセグウィット、うん、はい、実装ですね、うん、それももちろんプラスに働いてるでしょ、いろんな要因がプラスに働いてるんだと思います、うん、補足しておくと、セグウィットっていうのは、まあ、データ容量ちっちゃくして、うん、ビットコイン詰まりをしないように改良するってやつですね、そうですね、はいはい、うんうん、2X は違うと、 2X はまあ前回やっと分かりました、うん、ちょっと違う、はい、でね、うん、その中でも僕が一番今注目しているのがやっぱりね、はい、あの北朝鮮とアメリカのニュースですね。おお、なるほど、うん、どういうことでしょう、うん、つまり皆さんがご存知の通り、はい、8月9日にですね、北朝鮮が、うん、まあ、アメリカ領のグアムに対してミサイル撃ち込むぞと、はい、発射計画を公表しましたね、はい、でグアムにはもちろん米軍基地があると、そうですね、はい、うんうん、これに対してね、14日昨日ですね、お、うん、マティス国防長官、アメリカのね、アメリカのね、うん、国防長官が、はい、ミサイル撃ってきたら直ちに戦争ですと、ああなる、はいはいはい、いう発表をされました。まあ、グアムの本土に撃ち込むっていうより、まあ、近くの海とかに撃ち込んだとしても、そう、グアムの方向に向いてたらもうすぐ分かるんですって、あ、まあ、発射した瞬間に、はい、衛星でね見てるからね、うんうんうん、でその勢いとか角度とかいろいろあるんでしょうね、うん、はい、もうこれグアムの近くにほんまに落ちるやんってなったら、もう迎撃はもちろんしますけど、はい、まあ、撃ってきたら迎撃するけどすぐに戦争やぞと、あ、はいはい、いうようなことを言ってはります。今度グアムに 着弾しなくても戦いになると発表したわけですね。で、まあ、戦争とビットコインの価格に関係あんの、うん、と、はいはい、はい、いうような話なんですけれども、うん、もちろんね、この仮想通貨が歴史に登場してから、はい、うん、今まで戦争なかったわけですから、まあ、そのでっかいやつはね、うん、でっかいやつはね、うん、戦争とビットコインかが関係あるかどうかっていうのはまだ分かんないです、うん、ああなるほど、まだ歴史的にないからね、そうですね、はい、で今まではね経済危機ですね、うん、はい、うん、ギリシャの経済危機とか、うん、キプロスの経済危機で落ちた時にビットコインが1ヶ月で約 26% 上昇したとかは有名な話です。まあ、ギリシャの人もキプロスの人も自国通貨を信用してなくて、うん、もうビットコイン買ったと、うんうん、そうですね、それはニュースになりましたね、うん、でこれでビットコインってことは知った人も結構多いんじゃないですかね。そうですね、うん、それも全然注目しなかったけど、うん、あ、そんなに買えるんやと、うんうん、ドルとかじゃなくてって僕も思いましたしね、うん、そうですね、うん、日本人はその自国通貨にすごく信用がありますから、はい、円っていうものに対してあんまりそういう違う通貨に変えようとか思わないですけど、はいはいはい、まあ、他の自国の通貨が不安定な人っていうのはビットコインっていうのが選択肢にやっぱり入ってくるんですね、うん、今の時代は。なるほど。例えばね、ベネズエラっていう国がありますけども、はい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 、2016年でインフレ率が 500% なんですよね。で2017年は
2016年の 500% 上がってからの 1600%、 16倍17倍そうです、うん、アップと、あもう紙おむつが1万円するとか僕らの感覚で言うというような、うん、その本当に物が高いっていうような状態になってて、はいはい、なんかつまり今1万円持ってるのが、うんまあ、3ヶ月後とかにもう500円とかになってる可能性があるわけですよね、うん、まあ、数としてあのこのインフレ例えたらね。そうですで来年にはもっと10円とかになってるそうありえるわけですよ、はいはいはい、でそんな中で、うん、もうめちゃめちゃな経済状況になってると言えますけれども、うん、そこでもやっぱり安定資産としてビットコインが注目されて、はいうん、ちょっとずつこうビットコインに変えると四国の通貨、はい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 、でマイニングをし始める人たちも出てきてます。なんか逆にそういう経済が不安定なところの方が、うん、ビットコインっていうものはもう信用されて注目されているわけですね。で今回はね、うん、その経済危機っていうものではなくて物理的なもう戦争なんですけれども、はいうんうん、その影響っていうのは僕はもちろんねあると思ってます。はいはいはい、うん、で今ビットコインの取引量っていうのは、うん、世界で見るとこれですね、はい、1位が日本、うん、2位がアメリカ、はい、3位が中国で、うん、4位が韓国なんですよ。へえ、うん、でこれまあ、一応図を出しておきますけれども、うん、でその日によってね、はい、この取引の内容とこのパーセンテージが変わるんですけれども、まあね、日本が 50% 以上占めるような日もあるんですね、うん、まあ、ほとんどじゃあ日本人がビットコインを売り買いしてそうそうそう、うん、っていうような日もあって、うん、でこの4国で大体8割型8割9割型を占めてるんです、うん、つまりユーロとかで理解されてないわけなんですよ、うん、まあズーミの限りユーロちっちゃいですね。ちっちゃいですね、うん、ユーロ全体でも韓国に勝ってないぐらいの取引量しかないと、うんうん、でもしね北朝鮮とアメリカが戦争になるとしたら、うんはい、まあ仮定としてね仮定としてね、うん、この4国全部関係あるとこなんですよ。まあまあ地政学的に全部近いですねそうそう何回巻き込まれることのとこなんですよ、まあ、アメリカは当事者ですし、うん、日本韓国中国は隣国ですしそうです、うん、っていうことですね、はい、だから大変なことや、うんうん、だから今よく言われるのが有事の円、はい、ドル、うん、金、はい、って言われますけれども、うん、円とドルないでしょ。まあまあ巻き込まれる可能性あるし当事者ですからね、うんうんうん、で金に向かうかもしれませんけれども、うん、で金のまあ、代わりというか、はい、もう一つの選択肢としてビットコインっていうのがやっぱりこう経済危機の時と同じようにこう現れているというような状態だと思います、うんうん、北朝鮮の発表を信じるとしたらね、まあ、仮定として、はい、そうです、うん、あの作戦 の, その準備が整うのが8月半ば、うん、だから今ぐらいです。お、うんうん、でこれまで北朝鮮ってミサイル撃つ時ってその祝日に合わせるんですよね。はい、向こうのね。そうです、はい、うんうん、8月半ば以降で祝日って言ったら、はい、大体3つ、北朝鮮の、ね、うん、祝日ね、はいはい、1つが8月15日の祖国解放記念日、そうですね、今日ですね、まあ、今のところ何も起こってないですよね。そうですね、ニュース見て、うん、最新のニュースチェックしてないですけど、そうですね、まあ、特には何も起こってないと思いますね、うん、で8月25日、はい、先軍説っていうんですかね、はい、うん、つまりその政治を軍隊主導でやるって決めた記念日なんですね。で9月9日が建国記念日なんですね、うんはいはい、でこの北朝鮮っていうのは、うん、その記念日の前後にミサイルを撃つっていう習性があるみたいで、うんうん、過去のパターンだったわけですね。そうですね、うん、ど真ん中今日じゃなくて明日とかかもしれないですね。あ、なるほど、そうか、外すから外すから、ね、明日明後日の可能性もあると。そうです、そうです、うん、この3つの記念日の前後あたりで、うんうん、そのグアムに撃つんなら撃つんじゃないかと言われています。ほうほうほう、今のところね、うん、でこの緊迫状態が続けば続くほど、うんはい、僕はこの株式市場とかね、うん、FX 市場とかからもビットコインに資金が流れ込んでいくんじゃないかなというふうに予想してるんです。ほうほうほう、なるほどなるほど、うんうん、だって株持ってたらやばいじゃないですか、自国の株持ってたら、うん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 、だいたいあかんようになるでしょ戦時中って。まあ、例えば軍需産業とか上がるかもしれんけど、ね、うん、その輸出入で成り立ってるようなとこって、うん、ああどう、これは難しいですね。あ、そうですね、うん、株式市場に見えないか、 FX に流れてるお金の額が大きすぎるんでビットコインで賄えるとは思えないですし、うん、はいはいはい、実際はその本当に本当に資金持ってるね、うん、がビットコインを信頼してるかっていう問題。ああ、なるほどなるほど、うん、そのギリシャとかは
一般の人でしょ、うんうんうん、一般の人が危機やからってことでビットコイン買ったわけですけど、うん、じゃあギリシャに住んでた貴族とか、うん、ビットコイン買えた方は買えてないと思うんですよ。ああなるほどね。ということなんで、もちろん上がる可能性は高いですけど、うんうん、じゃあそこまで本気で株とか FX が流れてくるかはちょっと何とも言えないかな。なるほどね。あ、うん、思いっきり流れては来ないでしょうけど、その一部が流れてくるっていうイメージかな、うん、というふうに、ね、それでも多分あの株とか FX 流れてお金返してとビットコインの取引を比べたら全然違うから、うんうん、一部でも流れてきたら大暴騰する可能性ありますね、うん、ですね、うん、というような感じで僕は考えてるんですけれども、もちろんね僕ね、うん、あの実際には僕ミサイルは撃たないと思います、うん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 、北朝鮮もあのビジネスでミサイル撃ってるわけじゃないですか。ビジネスかは知りませんが、その外交の戦略として、カードとしてね、カードとして撃つとか撃たんとかやってるわけで、はいうんはい、その戦争にほんまにしたら完全に負けるじゃないですか。まあまあまあ、まあ、もちろん、うん、ね、自分の政権とか国がめちゃめちゃなるわけですから、うん、それを本当にやるとは僕は思ってないわけです、うんうんうん、でもこの不安要素っていうものが、はい、まあ、あるだけで十分そのビットコインとか市場に影響は出、うん、ると思ってるんです ね, ね、はいはい、うん、不安で今上がったり下がったりはあるんですよね、うんうん、なので多分この打たないんですけれども、うん、ずっとだから9月前半ぐらいまでメディアがいろんなこと煽り倒すと思うんですよね、はい、うん、それで国民の不安とかもぶわ盛り上がっていくと思うんですよ、うん、ほんでビットコインへの資金の流入が起こると、はい、なるほど、うん、ちょっとこの辺僕はめっちゃ語りたいことがいっぱいあるんですけど、あのビット仮想通貨ニュースじゃなくなるんで、ま、いや語りましょうよ。市場予測の方でありましたね。ああなるほどね、うん、おそらく9月の方が危ない気がしてます。あ、そうなんですか、うん、その戦争状態っていうのはまあ置いといてですか。戦争になるとしても。なるほどなるほど、うん、結局アメリカ単独では難しい、うん、まあ、後ろに、中国とロシアがいてるわけですから、うん、そうですね、となると、うん、中国の問題が片付くのは、まあ、全人代終わってからですから、うんうん、その時に習近平さんが、うん、今ね、北朝鮮、あ、全然話変わってきたけど、うん、中国ナンバー、ナンバー3、5、ナンバー5、ナンバー7は北朝鮮派なんですよ、うん、そうなんだ。確かナンバー3の人はキム・イルソン大学出てるぐらい。ほう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 。その人たちがいるから今北朝鮮をかばってるんですけど、うん、その全人代で多分全追い出すんで、うん、習近平さんが、はい、その時に何か起こるんじゃないかというのは、株の世界では言われてます。なるほどね、うん、何かって何が起こるねん、まあ、中国ももう容認するみたいな。はいはいはい、戦うことを。なるほどね、うん、戦うことを、北朝鮮とアメリカが戦うことを容認する。アメリカに対して、アメリカに対して、うん、トランプ大統領と習近平さんが前会談した時に100日待ってくれみたいな話が出たんです。確かね、100日間ちょっと猶予くれって中国が言って、その100日が大体その辺なんで、じゃあ何か起こっちゃうっていうのはまあ言われてます。なるほどね、うん、全然話変わって、週刊仮想通貨ニュースじゃないけど、いやいや、これ仮想通貨にも関係あることですから。まあまあそうか、もうちょっと詳しくはちょっとまたじゃあ機会を作りまして、はい、はい、早せな間に合いませんよこういう不安っていうものがあることで、うん、ね、株式市場 FX 市場の資金の一部でもビットコイン市場に、仮想通貨市場に流れてきたらでかいよっていう、はいはいはい、実際最近日経下がってますもんね。うん、日経ちょびっとですけどね。暴落した日もありますよ。あ、こうですよね、うんうん、あの日経の225ですけれども、こっち出しておきますけれども、うん、仮想通貨見慣れてるから、あ、これ暴落って思わない何にも結構な窓開いてるでしょ。あ、窓は開いてるけど、うん、なんも暴落と思わない僕スコーってここら辺までね、はい、ここら辺まで行っとったらもうそれこそもうその時日本経済やばい感覚をちょっと中人側してください。ほんまやね、株にだってアマゾン株がフラッシュクラッシュで 8% 落ちた言われて、うん、何がフラッシュクラッシュなの、思いましたもん、うん、まあ仮想通貨では毎日ぐらいしてますね、 8% ぐらいはそうですね、ちょっと脳みそやられてますね、うん、ちょっと株と仮想通貨チャンネルを考えてくださいなるほどなるほど、はい、そうですね、うん、ゴールドも上がってるって言われて、僕はあのチャート見てるんですけれども、金ね、うん、金ね、うん、GPN225 日経225指数ですね、これはこんなもんで、まあこれは暴落っていうかな、暴落っていうか ちょっとした調整。いや全然ちゃうやろ、もう株戻ってこられへんじゃんマジでもうあかん緩みすぎてる
なんか F1 レーサーが普通の行動発信ではない感覚なんかよくわからないですけど、まあそんなスピード感違いですね。あ、なるほどね。これゴールドの US だいたいこんなチャートなんですよ、はい、うん、このトレーディングビューって本当いっぱいいろんな市場からデータ引っ張ってきてるんで、どれかわからんくなっちゃう時あるんですけど、まあこれチャートですね、うん、ほんでまあまあこれでなんか上がってき、ゴールドも上がってきてるとか言う人いるんですけれども、うん、どこがって思っちゃうんですよね。だから、うん、まあ最新で言ったらちょっと下げましたけどね、 そうですね、3点天井みたいな感じで、うん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 、ね、レンジじゃないかな、レンジ幅広いレンジやなあ、麻痺してる麻痺、うん、ちょっと見え、あの表がちゃんと見えないんであれですけど、うん、うんうんっていう感じでね、うん、うんうん、そっかそっか、うんうん、そやな、ゴールドの時はゴールドチャンネルに合わせて、株の時は株チャンネルに合わせなダメですね、うん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 、上がってますゴールド上がってきてますよFX のその感覚持ち出して何ピップスで正常と思うようになるという感じでね、うん、まあ、この要因だけで見ればですけれども、はい、ビットコインはもう50万円を一応ね軽やかに上回り、うん、60万円向かっていくんじゃないかなと、おお、まだ上がるってこと、予想しています。8月1日時点で言ったら倍ぐらいになるってことですね、うん、そうですね、おお、うん、え、買うんですか。一回僕調整入ると思うんですよねおうおうおう、これでね、このチャートで、うん、はい、買うっていうのは僕はもうしないですわ。そうですね、もうこれ以上上がってっても僕ももういいです、うん、ここは一回、うん、おしめを見て、うん、おしめ見てから買うんですね、うん、その時がもし70万までいってても僕はおしめ狙う方を選びます、うんうん、っていう風な感じじゃないと仮想通貨市場本当死ぬんで高値掴みはしたくないそうそうそう、もう高値掴みはしないイーサリアム市場最高値買った、ね、そうそうそう皆さんね、ビットコインこう、うん、なんか上がりすぎてる、もう買いたい、買い、買わなあかんかな、思ってる人は、もうこの週刊仮想通貨のニュース見てもらって、ちょっと自分を戒めてもらったら良いかなと思います。うん、はい、はい、という感じですよね、今回は。うん、じゃあ、一応、目先は、うん、希望があると、ビットコイン価格に。そうですね、まあ、調整入るかもしれないですけど、うん、強気で見ていると。強気で見てます。はい、まあ、21日付近、23日ぐらいまでにセグウィットが実装されるっていうのもありますし。米朝の不安ですか、うん、っていうのもこの月末に向けて高まっていくと思いますし、はいはい、ので上がっていくんじゃないかなって見てるっていうことですね、うんはい、こんなんやったっけ仮想通貨ニュースって、えなんかこんな株価予想みたいなことをでいや降ってきたから、あそっかそっかそっか、うん、ただ単にニュースを言うだけ、ね、俺外れてる当たってるの人になりたくなるわもうここまで行くって言ってもうてるからねなるほど、うんね、あでも先週はビットコイン上がるって言って、その10何パーセント上がったんで、うん、上がりましたね、7虫予想当たりましたね、買っとけよかった予想する人は、自分では買ってないと言う人が多いとではではちょっとビットコインまだまだ価格で言うと希望が持てるということで、そうですね、今後もちょっと、ビットコイン追いかけていきたいと思いますので、はい、見逃さないためにぜひチャンネル登録の方をお願いします。お願いします。メルマガもやっております、はい、Facebook や Twitter、LINE もアットもやってますので、ぜひ登録してください、はい、それでは今週も見ていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。